はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍されている方の生の声を発信していくようなチャンネルになっております。この動画を見て面白いなと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、JICA 海外協力隊でブラジルに行かれていて、その後国際協力かける日本語教育っていうところで活躍されていたシモールさんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、はい、シモールさんの自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、千葉県出身のシモーラ陽子と申します。私は大学卒業後、東京にある日本語学校で専任講師として働いていました。で、その後日系社会青年ボランティアで日系日本語学校教師として派遣されました。で、一度任期終了後日本に戻ったんですけれども、その後個人的にブラジルの労働ビザを取って現地に戻りました。はい、でまた日本語教師として働いてました。その後帰ってからは公的な施設で多文化共生に関わるような仕事をしていて、現在は行政書士の事務所で補助者として働いてます。なるほど、ありがとうございます。はい、多分いろいろな経験されてると思うんで深掘り幸せかなと思ってるんですけど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけど、はい、下浦さんがそもそも国際協力に興味を持ったきっかけからお聞きしていきたいなと思ってるんですけど、はい、高校時代に英語の先生が、はい、授業中に私は教員の経験を生かして将来は JICA のシニアボランティアで海外に出て活動したいっていうお話を聞いた時に、はい、おお、そんな素敵な、はい、なんか魅力的なことあるんだと思って、はい、ちょっと調べました自分なりに。したらちょうど電車の中に JICA のポスターがありまして、はい、それを見て、はい、おこれだと思って、はい、私もともと語学とかが好きだったので、どんな仕事で JICA のボランティアとして行けるのかなっていうのを自分なりに調べてみたら、日本語教師っていう仕事を見つけて、はい、まずこれを目指そうと。そしたら海外の人と言葉を介して交流しながら仕事ができるんじゃないかと思ってまずそれがきっかけです。あ、はい、なるほど、ありがとうございます。もう端的に言うと、はい、もう身近に JICA 海外協力隊に行きたいっていう人がいたってことですね。言いましたね。そうですね。なるほど、はい、実際その方は行かれたんですか。かどうかはちょっとわからないです。はい、卒業後ちょっとお会いしてないのでわかりません。なるほど、はい、でもそれがきっかけで JICA 海外協力隊っていうのを知って、はい、電車の広告を見て、はい、あ、じゃああれは意味があったんですね。意味がありましたそういう人がいるという。なるほど、なるほど。ちなみに日本語教育ってイメージつかないんですけど、はい、どういうことを教えるような形なんですか。ですね、日本に来て日本語を学びたい外国人の方ですね、日本で進学したい、日本で就職したいっていう方に日本語をゼロから、はい、アイウェオから教えるっていう、はいはい、そういうことなんですね。仕事ですね。はい、ありがとうございます。じゃあ実際、はい、そこで海外と JICA 海外協力隊に興味を持ったと思うんですけど、はい、その後大学生の時は海外とか聞こえてありました。大学生の時は西洋史を専攻してたんですけれども、その中で美術史を学ぶんですけれど、はい、そこで美術の研修旅行っていうのがあって、ヨーロッパに研修旅行で行きました。はいはいはい、はい、ヨーロッパってどちら行かれたんですか。ですね、イギリスとフランスとギリシャですね。はい、じゃあそれは学校の一つのスタディーツアーみたいな感じ。そうですね、はい、教授と一緒に巡るっていう。じゃあヨーロッパに行かれる以外は、はい、他の国どちらが行かれました。あとアメリカに行ったことがあります。アメリカは普通に旅行とかで行かれたんですか。兄が高校時代にアメリカの高校に行ってたことがありまして、はい、でその時にこう知り合った友達の人と家族ぐるみの付き合いができまして、はい、それで結構長年、はい、今に至るまでお付き合いがあるアメリカの家族がいて、そうなんですね。はい、ホームステイ先として最初お兄様が行かれていてみたいな。ホームステイ先の方じゃなくて、現地 の高校でできた友達の家庭とつながりが深く、すごい、いやグローバルですね。そのご家庭が日本が好きだったっていうのもありまして、はい、それでお互いにこう行ったり来たりしました。あ、いいですね。はい、それはなんか理想な気がします、はい、なるほど。じゃあアメリカとか、まあ、途上国とかはじゃあその時当時は行かれてないって感じなんですね。そうですね、はい、まだ、はい、なるほど。じゃあ大学卒業した後はもうそのまま日本語教育の専攻に行かれたんですか。はい、日本語教師として JICA で出たいっていうことを目指してたので、もう日本語教師になることをまず目指そうって思ったんですね。はい、なので日本の大学で一応資格は取れていたんですけど、ちょっと実習がまだできていなかったので、はい、もう一回学び直したいなと思って、はい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 、大学を出た後に日本語教師の養成講座に通い直しました。ね、1年で420時間勉強するという、420時間勉強するんですね。はい、そうなんです。もう一回勉強しました。ちなみに日本語教師のための養成学校って、はい、期間は1年って先ほどおっしゃったんですけど、はい、費用っていうのはどれぐらいなんですか。費用、まあ、もちろんあの今とは違うかもしれないですし、はいはい、学校によっても違うとは思うんですけど、そうですね、100
100はいかないと思います。そうなんですね、はい、養成講座だったら、はい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 、実際大学で勉強する日本語教育っていうものと、はい、養成講座で学ぶ日本語教育ってやっぱ全然違いますか？全然違いましたね。一番違うところ聞いてもいいですか？大学もやっぱり理論の部分はすごく身につくんですけど、はい、実践のところで。あ、そういうことか、はい、なるほど。実際に今日本語教師として働いていらっしゃる方が講師になってたりするので、確かにそうか、 もっと身近なところで勉強できるそうか、確かにそうですよね、はい、大学で学んでるのがあくまでも知識レベルだとして、知識レベル、はい、ただ日本語を教える人たちはレベルも違うし、そうですね、そういう人たちにどういうふうに教えるのかみたいなところを、はい、養成講座で学ぶ、はい、そうそうですね。あ、じゃあ実際養成講座を卒業した後は、はい、あの日本語学校に進みました。進んだったんですよ、就職しました、はい、なるほど。そう、日本語学校でどれぐらい勤められてたんですか？はい、6年ぐらいですね。6年なんですね、はい、最初の1年が非常勤講師で、うんうんうん、その後専任になって6年ですね、うんうん、でレベルも初級レベル、あいうえおから教えるレベルから中級上級のレベルまで一応教えましたね、はいはい、ちなみに外国の方に教えるわけですよね、はい、でゼロレベルだったら日本語を理解できないわけですよね。そうですね。そしたら英語で教えるんですか？それはよく聞かれる質問なんですけれども、はい、教え方もちょっと二通りありまして、はい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 、学習者の母語を媒介語として使う間接教授法っていうのと、日本語だけで日本語を教えるっていう直接教授法があって、あ、なるほどなるほど、日本の日本語学校ではほぼ直接教授法なので、はい、そうなんですね。じゃあ分かんなくても日本語で伝えると、そうです、ジェスチャーとか絵とかそういうのを使って教えます。なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあそこの日本語学校に6年勤められるじゃないですか、はいはい、その後 JICA 海外協力隊に行かれるって感じなんですね。はい、そうですね、はい、その6年経ったタイミングっていうのは何かきっかけがあったんですか？私もともと日本語教師を目指してたっていうところがありまして、はい、でも何も経験がないまま海外に行くっていうのはちょっと怖いなと思いまして、はい、である程度経験値を積んで海外でも教えられるっていう自信がついてから行こうって思ってたので、そのタイミングが6年経った後でしたね、はい、そっか、自分がどんな生徒が来ても適切に対応ができるっていうふうに自分が自信がついた時期がやっぱり6年ぐらいですね、はい、6年ぐらい、そうですね。じゃあその後行かれると思うんですけど、はい、JICA 海外協力隊とはもう一つ別の枠なんですかね？あ、そうですね、日系社会青年ボランティアといって現地にある日系社会の中に入って日系人の方と一緒に活動するっていう、はい、そういうことですね、はい、働く場所は海外ですと、かつ途上国です、海外です、そうです、はい、なんですけどそこの途上国の中に日系のコミュニティがあるところに対してボランティアをするっていう枠が先ほどおっしゃっていただいたところなんですね、はい、なるほど。実際じゃあそこの中は養成内容ってどういう内容が多いんですか？現地の日本人会っていうのがありまして、はい、そこが運営している学校に入って日系の先生方と一緒に活動するんですけれども、現地の先生方の教育レベルのアップとか教材の開発とかそういうのをやってましたね。あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ実際その日系のボランティアのところはどこの国があってどこに行かれたんですか？ブラジルが結構養成国としては多いんですけど、はい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 、ブラジル、あとパラグアイ、 あとアルゼンチン、うんうん、なんかイメージありますね、はい、確かに。あとドミニカもありますね、はい、じゃあやっぱ中南米が多いんですね。そうですね、うん、なるほど、ありがとうございます、はい、でその中で第一志望はどこなんですか？はい、ブラジルです。じゃあブラジルに行かれたわけですね。はい、あの第一も第二も第三もブラジルです。やばい全部ブラジルにしときました。日本と正反対の国って言われてるところですよね。なるほど、はい、そうなんですね。ちょっと最後に1点聞いて終わろうかなって、はい、この動画では思ってるんですけど、はい、面接とかあるじゃないですか、はい、応募した時にありますね、はい、どういうこと聞かれたんですか？まずあの技術面と人を見る面と一般的な質問と2つあるんですけど、技術の方は実は私何も聞かれなかったんですよ、はい、そうなんですか？そうなんだ。そうなんです、技術の審査される方がちょうど私が日本語学校時代、はい、そして日本語養成講座時代にお世話になった方で、はい、あの学校の事情とかを知っている方だったので、はい、聞かなくてもいいやと思ったのか、いやそうでしょうね、何も聞かれなくて、はい、待ってるところでは他の受験生の方たちと、うん、どうする、技術でこんなこと聞かれたらどうするみたいな何聞かれたとか情報交換してたんですけど、一切聞かれず、はい、まあその後に一般的な質問のところでは、うんうんうん、現地の先生たちが、うん、もし自分の言うことに何も聞いてくれなかったらどうするんだみたいなことを聞かれたので、うんうんうん、まあ私はとにかく話し合う機会を作りますと、はいはい、何が問題なのか、何を今変えなきゃいけないのか、しなきゃいけないのかっていうのを話し合うと。なるほど、はい、すごいですね、面接官と面識があるって運が良かったしか言いようがないと思いますけど、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあこれまでは下浦さんが国際協力に興味を持ったきっかけから JICA 海外協力隊に日系ボランティアですけどね、はい、に応募するまでっていうところの話をお伺いしたんですけど、は
はい、ちょっとこの次の動画では具体的にどういうことをされたのかというところのお話をお伺いできればなと思っております。はい、わかりました。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございます。